よう、あんた。うん。忘れたか？この間酒をおごってくれたろ。ええ。そうそう、思い出してくれたか？家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ。ああ。それで。いいよ。そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ、襲ったりすんな。俺はそっちの毛はねえんだ。チッ、バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ。そうだな。いっ。はあ？なんてな。じょ、すまねえな。いいってことよ。おら、目障りなんだよ。てめえらどっか行け。なんだ。おい、あんた起きろ。ああ、くそ、奴らだ。堂島組？堂島？何言ってる？こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも二人いるぜ。へい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 。あれ？そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね？ここにいんだから同罪だよ、同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの？やめてくださいだろ。なんだこいつ。ああ、やってくれたよ。これ、大怪我だよな。一車両、一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうでーす。僕らガキの未成年でーす。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ。ぶっ殺せ。だね、そろそろ本気でやっちゃう。一遍人が死ぬとこ見てみたかったしさ。何がどうただで済まねえんだ。分かったよ。悪かった。だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それ謝る相手を間違っている。
なあ、これ君んだろ。さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよな。やめろ、やめろよバカ野郎。しもうみんな寝てるんだ。声が大きいよ。ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで、あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。そうか。そういや、まだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生さん。そうか。やっぱ安心してくれ。ここにはもうあんたを売るような人間はいない。そうか。よう、桐生さん。客？いや、立花不動産の人間って言ってる。そう、すまん。公園の出口に車止めてる。Nana say Otoha. Interesting.よ、桐生君。小田、あんたが迎えの人間か。まあね。いや、いい宿が見つかったんでな。社長は今あるところでお前を待っている。あるところ？実はお前もよく知ってる場所だけど、もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか。ああ。よし、それじゃあ早速出発だ。今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか？いや、そういうわけじゃない。道島組が神室町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手を打ってるとこだ。どういうことだ？今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ？言わなくてもお前にはそろそろわかる。やっと分かったか。東条会本部。何の真似だ、小田。社長は今東条会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるには、そのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、東条会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか？立花もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ？社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。
先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。いくらなんでも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。しっかり頼むぜ桐生君。